どうも、高田健志です。今回の動画はですね、私が人狼陣営を引いて、相方がね、今まであんまりやったことないような作戦を提示してきて、まあ面白そうだなと思ったので、まあ勝てるかどうかはわからないですが、ちょっとやってみようと思ってやってみた結果、どうなったのかというのを今回の動画で見ていただきたいと思います。そしてですね、ちょっと一個だけ申し訳ないんですが、ちょっと今回の動画も咳が多いので、ちょっとそこだけご了承いただければと思います。それでは、どうぞ、ご覧ください。人狼ゲームで上手くなったなって思う基準がさ、全視点、全員村だと思う前提で考察が述べれる。まもなくゲームスタートです。狼一人身もい分なをい確村認してなく前ださ提い。で。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は人目狼をは開けてく目をださ開けい。てください。あ、よろしくお願いしま人す。お願い狼しは人を殺ましてくす。ださい。こういう方法もありますよ。何？僕が占い師で出て、8番に黒出して、8つって、霊媒して、色見て、あ、いいよ、で、別俺がに。シンメトリー。え？いいよ、いいよ。やる？それ。いやいや、マジでそれやんの？嘘でしょ？いいよ。俺めっちゃ黒くなって死のっか。いいよ。やって、面白そうだからやろうよ。俺やったことないから。やろうか。じゃあ、俺、クリアしてるか。はいいよ、いいよ、いいよ。オッケー。いよー。面白そう。昨夜は誰も死にませんでした。3番、7番ルームマスターでのそプこレそイこヤーなんがかルーセス発言もしてくハキだハキさしい。てたから割とできる人じゃない？多分。ああ、俺か。みんな焦らずよく聞こえないって言わなかったな。偉いぜ。女も人狼も落とせないぜ。4番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。ちょっと音声が、おかしいんじゃないですか。で、そうですね。ここ、狩人がいないんで、全潜伏かフルオープンか、そこら辺は、皆さんに、決めていただきたいと思っています。私は、1周目はグレーっぽくいくわ。そうですね、7に黒出しの可能性があるから、ルー本マスだ場から。さん、あ、2巡目で、スーパーチャットありがとうございます。温度取ってもらって出てきてほしいかなって思ってます。そうですね、3番さんの印象は、まあ、悪いです。はい。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。3番さん、印象悪い。で、4番さん、印象なしといったところですね。ですね、これからフルオープンの話になって、2番さん、3番さんの位置でフルオープンの話になってくると思うんですけども、もうフルオープンの話はなしにして、フルオープン賛成派だけで、あとはもうフルオープンの話はなしでいいと思います。それよりか、前の人に触れていった方が、全然、考察が伸びると思います。もうここから先ね、フルオープンの話でずっと長引くのもね、ダラダラとして考察できないんでね。それで、行こうかなと僕は思ってますけども、皆さんの意見はどうでしょうか？もう僕、フルオープンダラダラと話す人は、もうバシバシ黒目で見ていきます。以上です。6番のプレイヤーは、発言してください。はい、言っていくと3番さんは、印象悪いというか、もう僕の中ではだいぶツリーチです。で、声ガラガラなんで許してください。カラオケ徹夜帰りです。すいません。で、4番さんは、3番さん温度取って出るフルオープン希望ですよね。フルオープンだったら2番さんで出てほしい。そうじゃないと3番さんの発言が1周目あれで2周目ももうなんかほぼゼロみたいになっちゃうから、温度取るのは2番さんでお願いします。で、5番さんはフルオープンの話であれだらしないでっていうのはいいです。僕も希望した。それ期待希望ん、それがいいです。はい。で、僕はフルオープンでもどっちでもいいです。はい。なんで好きにしてください。はい。あ、村人陣営でした。なんで僕的には今、3が、印象悪い通り越して釣り1、4番さんが、まあ、若干3秒音で取ってって言ってたのが若干気になるぐらい。で、5番さんは印象いいです。以上。7番のプレイヤーは
発言してください。はい、皆さんおはようございます。占い師をいたします。左隣の8番さんを占ったら黒が出ました。なんで今回8番さん釣りしか飲めません。で、8番さん黒出てるということで、今回8を釣って、霊媒師が色を見ればいいと思ってます。だから霊媒師も噛まれる可能性があるの、このターンはフルオープンしないでください。はい。なんでフルオープンの話をする人は僕は無駄りがないと思っています。8番さん釣ってください。8黒が出ています。で、3から6のグレーランのこの位置触れていきます。3番さん印象めちゃくちゃ悪すぎます。はい、無駄りないし、全然やる気ないのかなと思っちゃいました。4番さん、それに対してもうちょっと突っ込んでほしいなっていうところ。で、5番さんは、そのフルオープンの話をダラダラしないでくれ、ダラダラしないでくれ。その話がダラダラしてて、結局前の人に触れろって言ってたのから、5番さん前の人に触れてなかったから、5番さんは印象が悪いと思っています。で、6番さん、6番さんはまあこの中で一番マシなのかなと思ったけど、結局ルールを把握してなかった。ルールは結局、初ターンはフルオープンなしだから2番で温度は取れないっていうところ。うん。8番のプレイヤーは発言してください。いやー、役職があったら回避ができたんだが、特に役職がなく、スムらしいようになりますね。で、7番が自分視点は日星の占い師、この後真の占い師が出てくると思うんですが、必ず自分視点は出てきていただきたい。まあ、村視点はもうこれ黒特攻されてるから、スリーチにはなると思うんだが、霊媒師が必ず噛まれないようにしてほしいかな。自分の色を見てもらったら7番が日星だっていうことがわかると思うんで、それぐらいかな。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、8番さんおめでとうございます。占い師カミングアウトします。8番さん占って黒って出ました。8番さんはもう格黒でいいですかね。7番さんは自分は強靭とってますね。人狼がその身内切りのメリットはやっぱりないので、強靭で誤爆しましたね。7番さんおめでとうございます。7番さんも78人外です。これ2人外出てます。で、今日は8番さん釣りです。絶対、8番さんはもう霊媒師、もう見なくても大丈夫なぐらい、もう霊媒師で確実に黒と出るので、で、もう強靭は出てるので、まあ次の日は、霊媒が出るのであれば、どうなんだろう。まあその話は次の日でいいとして、まあ、7番さんが5番さん印象悪いって言ってたんですけど、全然自分はそう見えなかったかな。結局フルオープン、まあ3、4番さんもしっかり出てて、ね、判断もあるし、強靭もある。7番さんも結構黒い位置作ってるからね。強靭もあるから。まあ、どっちもある。だからもうちょい待つ。保険をいっぱいかけてるイメージ、ね。真じゃない可能性全然ある。ハンターと強普通にある。両方ともある。俺と同じ位置に黒でしょ？両方とも全然考えられる。強靭も余裕であるね、9番は。1番全員出させた後じゃないと。のプレイヤーは発言してください。とりあえず、今日は8番さん釣り安定なんですけど、はい。グレーに触れたらね、とりあえずみんな印象がね、ない、ない、3番さん印象悪いだけですかね。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。いや、教授も黒ってくるから。1番さんも印象悪いかなっていうところ。そうだな、5番さんに対しての意見、占い師7、9、で言ったら俺は7番さんの方がやっぱり黒いかなと思った。5番さんは一応色というかね、印象悪い、そういうような発言はしっかりしてた上で進行論を付け足したっていうところで、俺も村目に見てるよ、5番さんは。なので、そこのに、ヘイト、向けてきた7番さん若干人外かなとか思いながら聞いていた。ね、8番さんの発言、新占い、出てきてほしい。この発言は真っ黒だったな。なので、9番さんが出てこなくても8釣りで全く問題ないなというところで、9番さんに関しては、まあ8番さんを黒に黒塗り、さらに黒出しっていうところで、まあちょっとね、新芽を取りに来てる感はあるんだけども、ただ実際に、強靭だとしてね、黒に黒っていうのはなかなかない、あとは考察自体も9番さんの方が俺は新目で見れるかなというところ。7番さんはね、結構発言、頑張ってる風ですごい、ちょっと把握漏れだったり、感覚が違うなっていうところを思いましたがね、なのでまあ今日は8釣りで、2週目もう1回話みんなの聞きます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。もう絶対そうでしょう。ただ2番さん言うてるのが何を言うてるのかは分からん。
5めっちゃ白いと思って俺最初に置いたろうと思っとったんや。これ何やこれ、占い師ローラーかい。いや、やっぱ8するわ。8する。で、明日レイノに見てもらおう。ムラスラ。いやー、スラとかすんなよ。スラとかすんなよ。もうわからんなってきたやんけ。もうどうするこれ。すげえ場面になってる、ね。まあでも、どっちにしろ8黒で取るし、8つって明日レイノに見てもらうって方がやっぱ的確なんじゃないかな。どっちにしろ5、9どっちかわからん。2はなんで7の言葉叩いとって9のことを締めで見るっていう、その発言がよくわからん。で、6番に関しては叩き返れたから叩き返すんやけど、村をここで釣ってしまったら明日絶対陣外釣らないかんないぞっていうのは分かって言うとったんかな思ってます。8行きまーす。いや、弁明になるよ、奈良は。だって俺に黒出してるんだから。奈良が黒の場合、8が黒でわざわざ黒出す必要性があんのかっていう話ね。9と5が出てきた状態だったら7は残ってる方が得だから。4番、黒だったらね。のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね、7級の時、まあ、5番さんが出てくる前は、まあ、7番さんの、審議はつかなかったけど、9番さんは、まあ、村だろうと、まあ、いろんなパターンが考えられますからね、まあ、うちは、ただの村とか、役だとか、なんでかっていうと、9番さんが右隣を占って、8黒を確定させたところで、9番さんは、ちょっと、ちょっと村っぽいなと思いました。で、今7番さんがスライドしてなんですけど、まあやっぱり8釣りですよね。で、まあ5はなんて出たんだろうね。まあそれで霊能が5は何なんだ。強靭だったら全く俺に白打つ必要性がないんだけど、なんだこれ。まあ8釣りでって感じ。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。4番さん、9番さんが右隣で黒出したから、新名。よくわからないですね。僕目線ね、7番さんはもう強人で見てますよ。全く関係ない村すら。うん。なんで、ここはね、579、僕を含めた579のローラーで、8番さんからでもどちらでもいいですよ。8番さんを釣って霊能に見てもらってもいいんですけども、もう僕目線はね、もう9番さん人外とわかってるんで、僕からでもいいです。この9、5、7のローラーして8でいいと思いますよ。それで二陣外は釣れると思います。うん。もうそれ以外ないと思いますけどね、この盤面。もう7番さんのブラスラは全く意味ないですよね。もう強陣が逃げるためにブラスラしてるだけですよね。うん。そうですね。もうこの中で確実に二陣外釣れるんで、僕はどっちからでもいいですよ。7、8、9、どちらからでもいいですし、僕からでもいいです。以上です。6番。のプレイヤーは発言してください。はい、さっき3番さんに答えておくと、前線服だったら、村になくて人外っぽい人を釣るのが安定だと思うんで、3番さん一番人外っぽく、人外っぽくはなかったけど村になかったんで釣りをしました。なんで出た、っていう意味です。でなんでなんだろう、僕が一番今見てるラインとしては、5番さん神、7番さん狂人、9番さん人狼っていうのを一番追ってるかなと思ってます。なんで8釣ってもいいし、8釣ったら、まあ、次の日はね、バランス取りで9番釣っていいかなと思ってます。で、5番さん釣るって感じでもいいかなと思います。まあ、今日行くなら8か9。まあ、8やな。8やろうな。普通に考えて。で、7番さんは強靭で見てます。普通にね、ムラスラするんだったら白出しでいいんですよ。ね、黒出しするムラスラってもう強靭しかないと僕は信じてるので、まあ、僕も強靭やったらそれするし。なんで、7番さんは強靭で見てます。今日は8ですね。7番のプレイヤーは発言してください。6番は5を信で見てんの。5のさ、8の占い理由と占い位置おかしくないって思わない？で、9番に関しても占い位置、右隣なんだって俺思ったね、一瞬。なんか占い理由を教えてほしかったなっていうイメージね。でも、俺で、ムラスラで、俺がなんで1ターン目黒出したか、で、ムラスラしたかっていう理由全部答える。じゃないとみんな今のままだと俺を狂人で追うでしょ？まあ、号泣のどっちかが、まあ、おそらく人狼で、で、死んだと思うんだよね。で、それで俺を狂人で追ってるっていうことでしょ？まあ、実際に、号泣は、神狂で俺は追うんだけどね。で、俺が、8に黒出しした理由。黒出し特攻して反応を見て、で、結局それが村だったら、ね、
もちろんムラスラするし、黒だったらね、そのまま行きたいんだよ。で、結局、そのね、9がね、8に黒出ししたから、じゃあ俺別にここで黒出しして、そのまま占い師を語る必要性がないなと思った。だから俺はムラスラした。しかも5番も出てきたしね。うん。だから村にとって俺がね、黒出し特攻して8の反応を見て俺がムラスラすることによって、これ今めっちゃ村有利な盤面だからね。それだけはみんな認識した方がいいよ。だって8が黒が出ています。で、狂人もまんまとこれ出てきていますでしょ？うん。この589をローラすれば二人街釣れるんだよ。うん。俺のムラスラと俺の黒出し特攻強すぎでしょっていう話。うん。で、今回、釣る位置、うん、スタート位置は8番からでいいと思う。8番釣って霊媒師が色を見る。で、霊媒師とハンターがその 2ターン目一気に出れば、さらに、グレーから狭められるからね。以上！ 8 番のプレイヤーは発言してください。いやー、マジで7番ないな。俺の視点はね、7番絶対に狼だと思っている。7番狂人で追っている視点の人はマジでおかしい。7番狂人の場合って9か5。どちらかに狼がいる状態だよ。どちらかに狼がいる状態で、俺が狼の場合、じゃあ5番が狼なのっていう話ね。その視点で追ってるんですか？ 7 番が狂人で追うってことはそういう風になってるからね。9か5、どちらかに狼が出ているという視点にならなきゃおかしい。で、俺は9番から、黒を打たれて9番が偽だと分かっているが、村視点っていうのは俺が狼だと思うんだったら9番真、5番狼でしかないでしょ。だったら5番狼で出てきて俺に白を打つ必要性があるの、7番狂人で置いたらね。っていうとこまで考えてほしい。なので自分は絶対に7番が狼だと思っている。狂人視点、狂人で考えるのはおかしいよ。狂人で考えるんだったら、9か5どちらかが狼でなったら俺は白くないか。以上。9番のプレイヤーは発言してください。7番さんが本当のムラスラだったら、本当にムラりないね。うん、黒出しは。だってもう役つけちゃうしね、8番さん。でも8番さん黒って自分が出たからよかったけど。で、8番さん占った理由は、お前あんまりこれ言わない方がいいと思うんだけど、まあ、自分結構8番さんのその動画見るので、高田さんの動画見るので、まあ、8番さんの色を知りたいなと思っただけなので、うん。で、占ったら黒と出たので、で、8番さん今日釣りです。うん、8番さん釣り。で、7はもうね、本当に村だと思う。うん、これ言ったら自分黒くなると思うけどね。だけど、うん。7、8が人狼、うん、7は狂人、狂人あるけど。それで占われたの。狂人で村瀬はするかな。か悲しいよ、うん。まあでもいい。だけど、5がなんか狂人っぽいんですよね。まあ5は結局、7、8、9で二人が釣れるって、うん。8番も入れてるんですよね、5番さん。5番さんはもっと7、9を押すべきだと思う。うん。5番さんはそれで人外目がかなり上がった。てかもう5番さん人外なんだけどね。うん。今日は正直、ね、なんだっけこれ、うん、5番さん8白でしょ、次の霊能で確実に自分が真ってことは分かってくれるから、それはいいとして、うん。演技バレてるだろ。とにかく今日は8番さん釣りで色を見てほしい。9番さん、うん、真偽がつくと思う。勝者だったらもう、うん、で、その次に9、5番さんを釣りってなってるよね。うん、釣って。うん。宝だ、マジで。明白だから。うん。だって5番さんが8白ってことはね、霊能が。勝者だったら俺の演技バレバレじゃねえかよ。ですよね。狂人がまだ出てないってことですよね、8白。狂人がまだ8白って次の日言えるから5番さんそれを根拠に言ったんでしょ、うん、そう考えられるから、やっぱり狂人は潜伏してるのかなと思う。うん。うん、5番さん視点は7が本当に村だったっていう、うん、感じを受けたのかな。自分も実際そう受けたから。うん。だけど8は黒だからね。今日は8番さんから釣ってください。ごめんなさい、8番さん。8番さんから行きます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。8番さんから釣るの？そうなの？オッケー。じゃあ8番さんから釣るね。僕も動画いつも見てます。ありがとうございます。はい。じゃあもう演技バレバレじゃねえかよ。恥ずかしいだけじゃん。わかるんでしょ？どっちが真か。ってことでね。めっちゃ恥ずいやつやん。はい。僕も応援します。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。そうですね。結論から言うと8番さん釣りにはなるかな。うん。まあパンダだからね。で、7番さんの動き。うん。5番さんが、9番さんが黒出した時点でムラムラしてんだったら俺は若干まあ理解しようかなっていう感じかな。うん。ただ5番さんが出てきて引っ込んだっていう風にしか見えなかったかな。うん、まあ、それはやっぱ狂人の動きかなとは思う。なので、まあ、今のところだけども、まあ、九神、五人狼、七狂人。まあ、これが普通の流れかなと思っ
ている。まあ、ただし、コールロックはしないけどね。まあ、ちょっと気になったのが、8番さん、まあ、2周目の発言は、まあ、ちょっと白かったかなっていうところで、まあ、確かにって思えるところもあったんだけど、まあ、そうだな、8番さんがもし狼だったら、もう新占い、出てるの分かってんだろうから、まあ、そういう意味で言えば白くなれるかなっていうところかな。なので、まあ、8番さんつって、色見ればいいんじゃないでしょうか。で、そうね、まあ、7番がね、霊能とか言ったら、さすがにそれは信じないでしょ、村目線。それは分かってくれるかなと思う。あとは、まあ、ちょっと強靭っぽい、っていうところで言えば、1、3、ここら辺もちょっと若干怪しいなっていうところでね。スポンサーです。まあ、1は色落ちずっとしない。3もね、5、4、6見てんだったら、昨日の1周目の俺の発言分かるでしょうっていうところでね、すごい矛盾してるなと思っている。まあ、1回8番さんつって、色見てみましょう。以上です。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。いやー、2週目の発言でも言った通りですね。まず7番を強靭で追ってる場合って俺白くなるはずなんだけどな。5が相方なのっていう話になっちゃうからね。9と5だったら5が人狼ってことになっちゃうでしょ。俺が狼だったらね。もしくは9番か狼で相方の狼に黒出したのっていう話になっちゃうからね。で、7番は、5番が出てきた時点で回避をしてるのね。いや、占い師3仕様だったらローラーがかかってしまう危険性があるから回避したんでしょ。っていう風に追えるはずなんだけど、まあ、霊媒師の結果を見てもらえればわかると思うよ。そうとしか見えない。だって回避するタイミングはおかしいでしょ。多分村だったら。9が出てきて5が俺に白を打って7番が俺に黒を打ってる状態で残ってたら5、9、7釣り切りになっちゃって自分が釣られる危険性があるからすらしたようにしか見えないから俺は7番が狼だと思っている。9番が狂人で5番が神。以上。夜が来ました。目を閉じてください。いや、7番、ルーセツの時からもシャキシャキ喋ってたから、もう朝が来ました。結構慣れてる人なんだと思うよ。7番、ルームマスター。昨夜死んだのは、まあこれどっからかんでもって感じかな。2番。9と5が7白置きしてるから、あ、ハンターじゃん。ラッキーじゃん。これクソラッキーだよ。3番のプレイヤーは発言してください。これ勝てんじゃね。カニカマって人の動きがわからん。1番さん、え、霊能誰じゃ。7黒5番が7黒5、7黒ね、分かった。で、9番ちゃんが、あ、霊能教えて。霊能の宝石教えてよ。8何だったのかが気になる。八黒なんだ。じゃあ、ハンターしか噛まれてないから、そうなんじゃない。じゃあ、九神の五何かになってくるってところだよね。ただ、六がなんで五神で見たのかが本当にわからん。ってところを見て、俺なんだ結構最白なんだよね。どう見ても五助けに行ったようにしか見えないしね。八番さらなった理由が謎すぎて。ってなって、ハンターしか行ってないから、俺今日五行くわ。ってところかな。ただ、カニカマさん、これ一番臭いよね、かなり。ってところかな。とりあえず5行く。4番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ8黒ということで5番さんに新目はないですよ。私の言葉は捏造したからね。9番真に見てるとは言ってないんですね。9番は村目に見えたって。あの地点で7、9のどんな内訳もできるんですよ。片方が村だったり役職だったりっていうことで。そういうこと言ったんですけど、真に見るんですかって。で、5番さん、昨日の時点で、じゃあ僕からでいいですよって、もうあれはもう本当にいただけない。もうし、ね。5番さんの2攻め分かっていただけると思います。なので、5番さん、ごつり9神で。5番さんは、7黒ね。まあ、7黒も、ないでしょ。7黒はないでしょ。あ、千葉さん黒で見たのか。
16疑わしい1だから7より。7番。だから、ナワ数的に勝てそうだけどね、3白でしょ。はアーマーしたかったのかな。こうでしょ。ごつり9髪16釣りで勝てると思うけどな。わかんない。5番のプレイヤーは発言してください。3番さん、1番さんはアーマーですよ。どう考えても。うん。で、なんで死んでるのが出てこないのか全くわからないんですよね。6番さんじゃないんですか?3 番さんじゃないんですか。うん。よくわからないな。もう2番さんはハンターなんでね。そうですね。僕は3番さん、6番さんで心霊能いると思ってますけど、なんで出てこない理由がわからない。で、これ、もう僕からしたらもう簡単な盤面なんですよ。7、9、4。で、逆にこんな簡単な盤面があるのっていうのを多分見せたいだけだと思いますよ。普通、考えてみてください。人狼さんだったら、霊能で出てくると思いますよ。霊能で8白、売ってきませんか？売ってこないんですよ。そこをよく考えていただきたい。6番のプレイヤーは発言してください。出てこないんですね。いや、正直僕は合心9、黒7強人で見てたんで、というのもね、9番さん出る必要なかったんですよ。だって7番さんが黒出ししてて、9番さん黒やったらもうそのまま潜伏しとけば黙って8番さん連れてたんで、っていう意味で9番さん出る意味ないから人狼目で見てたんですけど、まあ、霊能がいないっていうことで、で、2番さんハンター確定やし、で、なってくると、まあ、ゴーズリ安定ですね。ご視点めっちゃ混乱してるだろうね。そこは申し訳ない。まあ、7が白っぽく見えるはずだもん、ご視点は。うん。ご視点は相当7白いはずよ。いないんよなぁ。ご視点多分もう7白隠れるで白いんじゃない。意味わかんないと思うよ、結果見て。とりあえずゴーつって、ご視点7めっちゃ白いはずやからな。ですね。はい。ありえないぐらい白いはずだよ。のプレイヤーは、おはようございます。発言してください。まあもう5は今日確定ですね。だって9が8に黒打って、で、結局それが霊媒師がね、4番さんの霊媒師が8黒っていう結果が出て、5番は8番に白出していたのにかかわらず、ね、8が黒っていう結果、5番の言ってることは破綻して、そして5番が俺に7黒と言い出した。何してんのかな苦しい言い訳だなと。8の相方はどこって考えたときに、もう1、6のどっちかなんだよね。本当にわかんない。うん。1は多分さっきの霊媒師はアーマーで結局1をかまして、で、そのね、真の霊媒師を守るっていう動きをしたかったのかな。まあ何をしたかったのか正直ちょっとわかんないんだけど、多分アーマーだろうなっていう予想がつく。いや、これ難しい盤面だな。いや、8番がめっちゃ俺叩いてきたけど、うん、まあ確かに8に言ってることもそうなんですけど、結局8がね、黒だったからね、よかったよ、本当に。じゃあまあ、ゴーズリ安定ですね、以上。9番のプレイヤーは。盤面的に7めっちゃ白いけどね。今日はゴーズリです、ゴーズリ。3はもう白角で。で、5強人、5で終わると思わないからね。で、6、7、1で精査したら、1番さんの霊能は、正直、アーマーかもしれないけど、これは乗っ取りもあり得るんだけど、乗っ取りだったらもうそのまま8白でも打てるので、どうなのかなと。で、7番さんは正直怖いですね、これ。8番さんが7番さんに、まあ、しっかりというか、ヘイトを向けてたんですよね。7番さん、これ、結構残る位置にも、流れ的にも来ると思うので、正直、釣りたいんですけどね、7番さんも。まあ怖いわな。でもね、身内切りするかな、7、8で。いや、それは9視点で、だってグレイチが1、6、7だから、それは7怖いよ。使ってくるかな。7一番占いたい。俺が9視点だったら7一番占いたい。ね、残るなら 100% 占うぞ。7白だったら16釣り切りで勝ちなわけだから。狼っていうのは本当に盤面が見えてない村人陣営だと思ったからね。6番さん、ちょっと対象に外したけど、ここもわからないよね、結局は。8黒は釣れて、次5番さん、強人が釣れるんですよ、村目線。3番さん、白で。1番、1、6、7。1番さんの発言を聞きたいんだけど、正直一番黒く見てるのはやっぱり7番さんかな。7番さんはやっぱりそこで黒出ししたからね、村で。全然利がないはず。だって、訳すかしにもなるしね。その時点で、
若干6、うん、1番さんはアーマーするなら最後までするだろうっていう考え方で、まだ白くはないけどグレーかなっていう印象ですね。でも今日は5番さんからいきましょう。以上です。1番のプレイヤーは発言してください、はい、え、これ5番さん行くの5強で追ってるんでしょ。それだったらグレー詰めようよ。まだ余裕あるでしょ。俺的には。5番釣る意味が分かんないんだけど。え、みんな5強で追ってるんでしょ。そうやったら 6か7入れてよって感じなんだけど、俺スムラだから普通に、うん、普通にアーマーシュンは霊能が噛まれたからだから、うん、それだけ。俺正直6番さんだと思うよ。7、8の身内切り追える？俺追えないよ。人気曲でそういうのやる人見たことないもんね。ない、ない。俺だって初めてだから6番さんのね、やっぱり2週目の発言が、1日目の2週目の発言がおかしかったもん。俺グレー詰めるなら6。っていうかもうこれグレー詰めていいんじゃないの普通に。その次の日も決まらなかったら5番さん入れたらいいじゃん。うん。この盤面ね。正直俺6いきます。はい、僕は6いきます。これグレー詰めます、僕は。以上です。投票を始めてください。セリアル村面白かったよ。ありがとうございます。5番のプレイヤーが選ばれました。まあ5釣りでいいと思ってるよ。7視点っていうのは3縄で316が陣外、6視点っていうのは517で陣外、1視点っていうのは567で陣外だから、別に5に入れるのも自然じゃないから5釣りでいいと思ってる。はい、そうですね。うん、246。まあこの盤面でね、僕がやってもう終わらなかったら PP っていう話だったんですけども、僕強陣なんですよね。強陣なんですけども、9番さんね、8番さんの動画見てるっていうので、そういったメタではないんですけども、それで新芽を取りに行くとだけは本当にやめてほしいと思いました、ね。 うん、そんな優しい口調でね、8番さん動画見てますって、だから見ましたっていうようなメタからの、新芽の取り方はもう僕は許せないですね。本当に許せないぞ9番さん。大丈夫、君のために勝つ、絶対。7番頑張れ。夜が来ました。目を閉じて勝って9番黙らせようぜ。昨夜死んだのは9番。ここ発言位置最後めっちゃでかいな。このターン最後でかいね。1番のプレイヤーは発言してください。なんでグレー詰めなかったの。普通にグレー詰めてもいい場面だったのにね。うん、俺変わらず6いくよ。はい、以上かな。俺7の身内切り追えないよ、7、8の。うん、身内切り追えないけど、僕は6番さん行きます。はい。2週目の、1日目の、ね、これ何回言うの俺。ね、おかしかったでしょ発言が。ね、合心で見るとか言って。心境まだわかんないのにね。って感じなのにね。合心で見たんでしょ ?6 番さんは。ね。もうね、あそこの発言はおかしいよ、正直な話。はい。だから僕は6番さんに行きます。7、8の身内切りはもう追えないから僕は6番さん行きます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。けどちゃんと考えて7が身内切りって結構リスクすぎるんだよな。だって7、8ローで、しかもだよ、だって9、5で占い師ローラの盤面になった時って7、8に黒打ってて、7がもし新芽取れたとしたとしても8いずれ殺されるって話になってきた時ってやっぱ辛いはずなんだよな。で、結果8ずる流れまで7が作ってしまったってところで、7どうしても俺黒くは見えないんだよな。で、6への指摘なかなかナイスすぎたしね。もう正直16ローラーで勝てると思うけどな。これで7ローやったらマジでやべえよ、ね、本当サイコパスだと俺は思う。だから俺6から行って1かな、終わんなかったらっていう感じで16ローラーかける。6から行きます。のプレイヤーは発言してください。ああ、ちょっと縄を、うん、ちょっと考える余裕がなくて、1番さんがさ、あの PP 従ってるように見えた私はね。でもまあ昨日グレーついても詰めてもよかった盤面かな、ギリギリ。どうなんだろうな1番さん。私は1番さんの方が黒く映ったけどね。そうだなぁ。6番さんも。で、霊能っていうので、
霊能しいよって言ってもさ、2番さん行ったわけでしょ。狼はなんか1番さん臭いから私は1番さん入れるね。1から行きたいね。6番1から行きたいのプレイヤーは発言してください。はい、僕本当に村人です。1番さんに言いたいのが、村人目線ね、5番さんシーンで見てた僕はめっちゃ黒く見えると思うんです。めっちゃ黒が言いたいね、やりたい感じの流れを作ってしまったのは僕なんですけど、というのも7番さんが8番さん黒出ししてて、で9番さん本当にシーンやったらね、8番さんね黒出しでね、角黒作りに行く意味ないんですよ。そのまま潜伏しとっていただいたら、誰が占いしかわからんまま8番さん釣って9番さん目線も人狼が1釣れてる状況になるじゃないですか。ダメだ。なので、9番さんが出る意味ないと思ったんです。なんで僕は9番さんをシント見れなかった、5番さんをシント見てしまったんですけど、強靭やったということで申し訳ないですっていうので、僕が1周目発言おかしかったのはこの理由でちゃんといけてるんじゃないかなと僕は思います。でそれで今日はね、多分1が人狼やと思うんですけども、7釣りたいなって思ってます。7が人狼やったらっていうので、一番だってもう釣り1じゃないじゃないですか。それ言われると6で、多分今日1か6釣ったとしても次の週1か6どっちか釣って1ロクローラーやと思うんです。でそこで7が人狼やったらっていうのが一番怖いんで、僕目線は1、7のどっちかが人狼で多分1なんですけど、で7の人狼やったらもうマジで勝ち目なくなってしまうんで、7を釣りたいと思ってます。でもまあ7が最後の発言やから僕釣りってなっちゃう流れになっちゃうと思うんですけども、本当に1、7のどっちかです。あの僕釣りは飲めないです。で7釣りたいです。僕は、はい、以上です。7番のプレイヤーは、いやいやいや、俺目線6-1だからさ、俺釣っちゃって、じゃあ次の月週ね、別にね6-1で絶対に人狼釣ってくれるんだったら縄が残り2縄あるから別にいいんだけど、俺釣っても、ただね6-1この盤面わかんない状況で俺釣って、じゃあ16の半分の確率本当に確実 100% になるんですかっていう話なったら、だったらね、まあ俺目線の話ね、6番さん目線じゃないけど俺目線の話は6-1ローラーになるんだよ。俺釣りはまず飲めない。じゃあ俺のね白いところ6番さんに言うよ。俺は結局ね、もし俺が人狼だったら、うん、初めから8番さん人狼確定で黒出ししてね、87ローラーに持っていく流れ、俺が人狼だったら絶対しないでしょっていう話。俺がこれ白い理由はわかるでしょ。うん、でも俺が人狼だったら悔しいっていう理由で俺を釣るんだったらそれはおかしい。俺別にどっちからでもいいよ、1、6どっちからでも。でも1はね、さっきね、PP 作る中で作ってるから、俺1からでもいいよ。OK! 1行こう !1 行こう始めてください。1行こう !1 からがいい、絶対に1からいい !1、1、1、絶対1からがいい !1! よーし、これは勝てる、これは勝てる、1から釣っとけ、絶対勝てる。いいね、6からじゃないんだよ、1からなんだよね、これね。のプレイヤーは発言してください。いやいやいや、考えるよ、みんな5強で置いてたんでしょ、全然一郎連れてるんでしょ、だったらグレー詰めれる場所じゃん、全然 PP 狙ってないよ、もう6、7もおかしいよ、その発言。うん、わかるでしょ、普通に考えたら縄数とか考えたらさ、それくらい。なんでもいいから1から連れたらいいんだよ。いい場面だったからね、あそこ。うん、それを言いたいです。言いたかったです。以上です。いやー、1だけが危険なんだよ。1だけは負ける可能性があるから、7を白置きして6を全力で釣りに行ってる状況で最終盤面で1が狼だったら7に白置きするのおかしいから。危ない。負ける可能性が唯一あるから、1が残ると。朝が来ました。昨夜死んだのは。めっちゃんてこの取りに行ったね。一番最後に持ってきたの、自分の発言値。4番のプレイヤーは発言してください。なんか音声がおかしいのかな、やっぱり7番さんを狼には置けないんですよね。で、まあ1番さんが6番さんって、私1番さん殺してしまいましたから、まあ1番さんの、意思を受け継いで私は6番さんって感じですかね。堅実な神だね、三神は。これで7番さんだったらもういいかな。もう、あっぱれって感じです。
6番さん。臭いからな。だからやっぱり6番さんに入れますね。昨日の7番以降っていうのかなり臭かった。6番のプレイヤーは発言してください。で、村人です。で、ここからパッションで伝えていきますね。マジで、6が、村なんですよ。で、7が人狼です。で、7番さんが黒っぽい点上げていきますね。で、まず5番さんが出たタイミングでスラに移行した点。これおかしいですよね。もし9番さんが深夜としてやったら、7番さんは、すぐに9番さん黒出した時点で、スラするべきでした。っていうのおかしい。で、あと次は、8番さん黒出しで、確かに人狼で黒出ししてるのおかしいんですよ。マジで追えないから。だから俺は昨日7番さん釣り押したじゃないですか、村人の人。本当に7釣ってたら1、6でどっちかいけたでしょ。だけど7番さんは釣り1じゃないから、昨日ちゃんと7釣りって言ったんですよ。そうですね。で、8番さん黒出しで、新占いがまだ出てなかったから、新占いの人が他の人白出しするでしょ、普通の考えやったら。で、その新占いが白出しと自分の黒出しで2日目、霊能占いになって、8番さんどうせ釣られる流れになるから、そのタイミング、ルートで行くとね。そうなったら自分が新目取れて、そのまま謎に死なない占い師として殺していけるでしょう、どんどん。っていうので、やりたかったんやと思うんです。っていうので、7番さんは、ほんまに黒なんですよ。だけど、実際は9番さんが8を占ってたから、黒出ちゃって、それで5番さんが、狂人が慌てて白出して、で、7番さんがスラしたって形です。で、ほんまに僕、村なんです。このパッションを信じてほしい、本当に。7番さんがガチで上手い人狼やったんですよ。ほんま、4番さん、ほんまに信じてください。ほんまに、僕、村です。今日7でお願いします。7番。のプレイヤーは必死だな、おい。おい、6の人狼クソ必死じゃん。何もう確定じゃん。だってじゃあ俺がね、6のね、そのね、今言ってたパッションの落ちと俺のパッションでじゃあ伝えろ。結局じゃあ6、1ローラーで確実に村人陣営が勝ててたところ、あえて7つって6、1の2分の1に持っていこうとしたところ、100% 負けるからってその 50% ね、勝つ確率を上げてきたところが、まず6黒いんだって、7釣りにこう誘導したところ。それ4番も言ってたんじゃん。じゃあなんでそこをさ、結局さ、正当化してさ、今パッションで伝えようとしたの。それ正当化するのは無理ありすぎるんだって。そこがまず6の落ち度で、6はしかも5をキープして、9を強めに置いてね、進行させようとしてたじゃん。そこも6のね、黒いところの要素だよ。もう5強って分かったからっつって書こうとしてたのは、絶対にそれも6番人狼見え見えだよ。もうそんなパッションでね、今更ね、村人っぽくアピールして意味ないんだよ。いや、これマジで6だから、4番、6言ってね。投票を始めてください。これは勝ちだと思うけど、普通なら。6番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。